日常演舞の食卓にようこそ。さて本日の食卓はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら以前紹介した湖池屋のトルティアチップスなんですけど、まだかなりの量があるんですよね。で袋が袋で送っていただいてありますね。でこれにいろんな調味料を混ぜて食べたいと思います。基本的に業務スーパーのものですね。今回はこちら鳥取野菜のトマトソースをかけてみたいと思います。どんな感じになるんでしょうね。チャンネル登録よろしくお願いします。こんな感じになりました。では早速食べてみたいと思います。いただきます。パンやパスタ、ご飯にも合いそうな酸味のミートソース、いやトマトソースですね。もっといろんなもので食べたい。トマトの酸味がしっかり効いたソースで、パリパリとしたトルティーヤの食感とよく合ってとっても美味しかったです。パスタとかに使っても絶対美味しいと思いますね。というわけでトマトソースはとっても美味しかったので、まあこれはこちらの点数とさせていただきます。それでは夏休みロケット花火を仰ぐ、きっと高く見上げているんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終了。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。